梶雅彦は、日本の実業家。神奈川県出身。タタコンサルタンシーサービシズ、日本法人元取締役会長、代表取締役社長。神奈川県出身。上智大学理工学部、同経済学部卒業。大学卒業後は、外資系銀行に入校。シティバンク銀行東京支店、アブダビ国立銀行、オーストラリアニュージーランド銀行等。 25年間勤務。2001年に、インドタタ財閥グループで、同国最用手の IT サービス企業であるタタ、コンサルタンシーサービスズ日本総始配任。2004年に、同社日本法人代表取締役社長に就任。2012年に、同社取締役会長に就任。他には、在日インド商工会議所理事や、インディアインターナショナルスクールインジャパン理事。 創立メンバー、理事継続中を歴任。2020年より、一般財団法人全国山の飛協議会の理事長となり、国民の祝日である山の日制定の目的である山や自然に思いを寄せ、山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝することの具体的な活動展開を図っている。インドとは1969年の学生時代に、 日本産学協会のヒマラヤ遠征に参加して、以来の、長い、関わりがある。ヒマラヤ遠征を6回のほか、1971年アフガニスタン、中央高地単独横断も果たしている、アルピニストとしても知られる。AAB ヒマラヤ遠征6回極限を知る強さ、プレジデントオンライン2019年2月28日、閲覧 ABCDEF 第51回世界を、 動かすインドの力株式会社ニューチャーネットワークス2019年2月28日閲覧平成23年度日に交流事業公開シンポジウムアジアルネサンス渋沢栄一 JN ただ岡倉天心タゴールに学ぶ独立行政法人国際交流基金2019年2月28日閲覧ありがとうございます